昔の歯磨き出来上がりました。ふさようじって言われてまして、江戸時代から明治ぐらいまで使われてきた日本人の歯磨きなんですよね。細さちょっと変えてね作ってみたんですけども、やっぱね細いのあんま良くないですね。ブラシっぽくならなかったですね。1センチぐらいの太さのやつだとうまい具合に歯磨きみたいになります。昔はですね、歯ブラシみたいに使うんではなくて、ハケみたいになってる部分で歯の汚れを上から下に落としていくというような磨き方をするそうで、じゃあ早速歯を磨いてみたいと思います。おー、はいはいはい、思ったよりね、コシないですね。柔らかい、口の中全然痛くないですよこれ。おー、なんか歯が綺麗になってる気しますね。奥歯やりにくー、ちょっとね見せれないですけど、ちゃんとね今日葉っぱくんが食べたね大根の葉っぱがねちゃんと取れてますよこれ。ちゃんと歯ブラシとして機能しております。これほんと歯ブラシなかった時代もうこれで全然いけるわ。でね、この後ろ尖らしてましたよね。これはですね、歯間ブラシの機能を持ってるんですよね。こうやってこれ歯と歯の間をこうやって歯と歯の間をここの裏で綺麗にするというようなアイデアですね。すごいじゃんこの歯ブラシ。恥ずかしいぐらい取れるよこれ。木のね、木臭さみたいなのは一切ないですね。いやーこれすごい大発見。やっぱ昔の人はすごいね。柳の木最高でございます。加工もしやすいですしね。というところで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーっていう人はぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。